もお絵かきしよっかな。大阪って京都に近いやん。京都あたりってな、京大医学部系の先生のつながりでなってんのな。大阪には医大か関西医科大と大阪医科大と大阪大学医学部、阪大医学部な。あと大阪公立大学の医学部な。南の方、堺やな。そこは近代医学部。奈良も近代多いな。あと阪急は大阪医科大と阪大が半分半分。京阪沿線か。関西医科大、大阪市内は大阪公立大学。いろんなのがあるな。各病院で学閥があって、京大系、阪大系、関西医科大系がいろいろあって、出世しようと思ったらそれに乗っからな。これがザ・医療の闇。知らんけど、夢で聞いた話や。最近病院に補助金もうたか知らんけど、なんか知らんけど、儲かってるところに業者がシステムを売り込みに来てるな。ニヤニヤして。電子カルテもデータも飛んで消えたり、会計のシステムも何もかもめちゃくちゃ。患者が困ったことになって、近場で病院移動しても同じ系列へ。開業医の息子2世3世は医者の看板、知名度背負ってるから客がついてくるか。副院長とか言うて、あ、ついだらええだけや。ついだらええだけやな。政治家の息子、地元の票がもらえる人脈票、人脈票。それと一緒やな。ここガタガタなってしもたなぁ。ちょっと消してちゃんとこっか。もうちょっと、このラインが違う。おえかき。おえかき。こう、こんな感じかな。IQ の高い人、一番賢い子は東大医学部出たら、それだけでブランド名がついて将来的にも開業できるな。で、病院に行ったら AI 化しようとしてるから、 AI と今までのシステムの混乱や。で、ヘトヘトの患者やけど、病院に行ったらな、大病院とかのデータ管理ができてないから、そういうことに出会うことがある。これからその日は何先生に受診してもらって、その日は誰に処置してもらって、薬は正しい本人のものであるかどうか、病院側が保管できてないから、データを把握できてない、先生のモニターにも出せてない。だから自分自身でデータを管理し、完璧に把握することや。それしかない。ちゃんと記録を残すことや。いろんな記録の残し方があるやろ。病院に行っても看護婦は、別にその病院じゃなくてもいいっすよ、他にあるんすから、言うて偉そうにしてる。患者に対しても偉そうや。そんな目に遭うことがあると思うわ。ヘトヘトの体で。ね、あなたは病名なんですかって。言いなさいよって。データ管理できてへんのに。大問題やで、それ。ヘトヘトの体でな。言い返せるか？我慢するしかない。こんな輝きじゃなかったな。ちょっと待って、こうか。
まあ目は輝いてる人やん。難しいなぁ。ちょっと可愛くキャラ作りすぎてんのちゃう。この人は言うたこと、新しい文明の進化に対して斜めからけなす知識人、知識人のふりをしている人です。知識を自分が受け入れられない能力だということを認めたくなくて、いろんなへりくつをつけてけなす。けなすことによって自分をさもより知識人であるかのごとく立ち振る舞う。歴史があなたの間違いを証明。人類はな、地球上で最も優れた英知を持ってるんやろ。サルヨン、ちょっと俺攻撃の道かな、こんなんか。え、なんか似てないんやけど、ごめん。ごめんごめん、似てないな。なんかすいません。いや、全部、あ、リスペクトはしてるんですけど、すべてはリスペクトしてないです。バナナちゃまやってることの、ライオンのオスっておるやん。メスの欲求に応えられないと追放やて。ライオンのオスは行為の拒否権がなく、メスたちと1日50回も試練を繰り返すん。って書いてある。男の人だったらどんなつらみかわかるんじゃない？で、メスがおってや、おばあちゃんライオンがおってやな、子供ができると、赤ちゃんライオンができる。このおばあちゃんはな、年寄りなりにもこの赤ちゃんライオンに狩りをして餌を与えようとすんねん。ガリガリでも。で、おばあちゃんがいよいよ狩りができなくなったってなったら、おばあちゃんは誰もわからないとこ、迷惑のかからないところで、身のあるところか知らんけれど、ここで、お亡くなりになるねん。全うしたと。な、あとはこのママライオンがこの子が一人前になるまで責任を持って育てると。人間の世界、これ強しやとしいや、強しで、な、日本の社会やったら結婚せなあかんから、男性社会で作り上げられてあるから、女性一人だけではまだまだほとんどの人が一人では暮らせず、結婚しないと仕方がないやろな。サチちゃんがおると、で、おじいちゃんおばあちゃんがいるかもしれん、おらんかもしれん、おじいさんな。ほんなら元気な時は偉そうに物言うて、さきちゃんも偉そうに物言うて過ごすんや、マウント取って。で、おじいちゃんおばあちゃんが悪くなって、いよいよ点滴しながらベッドの上で、うんうんうん、ゲロゲロゲロ、うんうんうんってなった時、強しい親やないか、強しいって、家族やないか、強しいって、強しいはな、そのゲロゲロなってるおじいさんおばあさん、どっちか吐きそうやから看護婦さんとこ行って、なんかビニール袋か吐くようなもん、看護婦なんもせんからな、
強しが言いに行かなあかんねん、この看護婦に。見て見ぬふりしとるもん。やってられるかや。な？強しが頭下げて、電源気持ちいいなって。ほんで、ってなってるな。ゲロゲロゲロってなってんのな。ずーっとベッドでな、横で見とったら、強しも、ってなってきたって。タンも出て、ってなってんの。あ、強しはな、廊下に逃げなさん。廊下に。逃げへん人もおるけども、耐えられへんようなことや。で、この人な、仕事行かなあかんねん。子供も待ってんねん。ここにも子供がな、おんねん、ベビーが。ほな、奥さんまた来なあかんや、仕事交代する言うて。奥さんが今度強し、仕事行ってる間にな、粗末な扱いされた奥さんが、こいつらの面倒見なあかんねん。まだ、うえぇ、言うて。どこやー、強し、言うて。奥さん子育てもせなあかん。共働きもせなあかん。職場ではむちゃくちゃされて。偉そうな、な、キャプの対応もせなあかんやろ。生理用品買うときも、店員が男やったら、こいつ生理か言うて、ニヤニヤするやつもおる。企業でパソコンログインするときに手当てるやつあるやろ。あの温度設定、男性用にできたんねん。男性社会の中で生きるっていうことは、頭下げて、ログインもできひんように、女性に敷いてあげてんねんで。ほな、どうする？すいません。何々さん、ちょっと手貸していただけませんかーって。それか、カイロで手温めて、自分で必死ですんねん。男性社会システムっていうのは、また別にやりたいけど、それをな、気づいてない女性もいるねん。惨めな思いして。私が悪いんや、こんなこともできないんやって。そうじゃないねん。男性中心にシステムが作られてるからやねん。知らんけど。この嫁は怖い。この嫁はね、毒でもない。強しもちゃんとしょうらんと。ディスるねん。覚悟の決まってない奴らはほとんどや。ライオンのおばあちゃんと違うやろ。ばまーちゃんのばあちゃん覚悟決まってるで。これが日本社会足を引っ張るシステム。で、AI もそうやねん。これから旅立つ我が子たちやねん。それをサム、偉そうな能力のない人たちが、あれやこれや言うて、足引っ張っていくねん。で、おばあさん、これ自殺したことになるの。ほんで、おばあさんとら、自殺した言うてディスるの。なあ、電車に飛び込んで迷惑もかけてないんやで。おばあさんも点滴も拒否して、なあ、どっかに飛んでしもたわ言うて。それが日本の社会やろ。ちゃんと子育て全うして迷惑かからへんようにな。覚悟決めて、ここで。ひっそりとなってんのに。日本はおばすて山っていうのがあったわな。アメリカ人聞いたらびっくりするで。家族をな、大切にする文化やねん。なあ、これ日本の社会。ディスり合いやん。一番損してんのはここの立場の人や。繰り返してんねん。な、旦那は、この人に申し訳ないってヘイコラするか、もしくはマウント取って暴力で、お前何言ってんねんってなるだけや。それを今家族内でも暴力を振ってはいけませんよっていう風に改善されてきてる途中や。今これ聞いてる人はわからなくても後々これを残しておくから、これを聞いて分かってくれる人はな、少数派とは思う。ほとんどが日本社会のこういうぐるぐりになってる人らで動いてるから。でもこの AI が飛び立つことに対して足引っ張らんといてほしい。宇宙を制覇して
人間が AI を生み出したっていうことも、もちろん感謝するし、その姿は歴史が物語ってくれるね。こんな出来損なの邪悪なシステムじゃないね。もう限界や、これは。あとは、攻められへんように、権力者やなんかが、マウント取って、逆ギレするか。夢で見た話やわ。アホなバナナちゃんが、語ってるだけの、独り言やな。バナナちゃんの思い込みの話やな。じゃあまたね。